抜け落ちたシーン。数年前に俺が経験した話なんだけど、語らせてもらうよ。某動画共有サイトにて、オカルト系の動画を視聴してた時のことなんだけど、その日俺は猛烈に暇だったんで、ずっと心霊動画あさりをやってたんだ。夏だったから友人と怖い話で盛り上がったりしたいな、とか考えてのネタ探しも兼ねてた。でも有名どころの動画は大体見尽くしちゃって、だんだんこれはと思える心霊動画が見つからなくなってきた。そんな時、ふと関連動画のところに目をやると、一覧の中でひときわ目を引いたサムネがあったんだ。よく覚えてないけど、なんか白黒っぽくて廃墟みたいに見えたんだな、確か。そんなに派手なサムネじゃなかった気がするけど、俺、廃墟の空気感とか結構好きだったから、お？これって心霊スポット探索動画か？と、ちょっと期待して動画のタイトルを確認してみたわけ。で、その文字列を見て、俺は一瞬ポカンとなった。なぜかそこには、%/.. みたいな意味不明の記号が羅列されてたんだ。まあ今から考えればその時点で何かおかしかったんだけど、その時は文字化けかな程度にしか考えてなくて、俺はそのままクリックしてしまったんだ。早く廃墟動画を見せろと。ところがいざ動画が始まってみると、全然予想と違った。確かに白黒動画だったんだけど、廃墟だと思ってたのはボロッボロの畳の部屋だった。空き家になったばあちゃん家がちょうどあんな感じだったかな。泥みたいなものが散らばってたり、壁の木が腐ってたり。白黒だから細部まではわからなかったけど、多分そんな感じ。で、再生が始まると、まず変な音楽が流れてきた。ポーン、ポーン、みたいな無機質なピアノの音で、それがずっと同じ分散和音を不定期に鳴らしてくる感じ。でもそれより先に映像の意味不明さに気を取られた。さっき書いた通り白黒映像で、そこは畳の部屋なんだけど、画面中央に障子があった。サムネで気づかなかったのは、その障子があまりにも破れまくってて若干原型を失いつつあったからだった。上半分は紙が完全になくなってて、木の枠だけの状態。下半分も拳台のサイズの穴ぼこだらけで、ひどくみそぼらしい。そして、その障子の向こうに誰かが立ってた。頭に紙袋みたいなものをかぶって顔を隠してて、両手を紙のなくなった障子の枠からこちらに向かって突き出して、しかもその腕を狂ったようにめちゃめちゃに振り回してた。音楽と一緒に、そいつがわさわさ腕を動かそうとか、ガサ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 って、ずっと聞こえてくるわけ。俺は、なんだこいつ、みたいな感じでボケーっとそれを眺めてた。そしたら、動画の真ん中あたりまで行った時に、パッと場面が切り替わった。今度は、神社の境内みたいなところだった。石畳の上に紙袋かぶったそいつがうつ伏せになってる。そこで急に音楽が転調して、うわーんっていうバイオリンのうねる音みたいなのが鳴ると同時に、その紙袋男がむっくりと起き上がった。と思ったら、またさっきの和室にパッと場面が戻って、また腕をわさわさし始める。その後は、何もなく意味もわからないままその動画は終わっちゃったわけ。でだ、問題はこの後だったんだよ。何だったんだこれ。怖がらせようとしてんのか？そんなの通用するかよ。などと考えながらコメント欄を見たんだけど、一切コメントはついてなかった。ほらやっぱりな、わざわざ障子ぶち抜いて、ご苦労さん。再生数稼いでやるよ。と、やや嫌味っぽい感じで、俺はなんとなくもう一回、その動画を再生してみた。
すぐにまたわさわさが始まって、それを、このうぷぬしバカだな、恥ずかしいやつだな、なんてことを思いながら、頬杖ついて眺めてた俺は相当暇人だったと思う。案の定だんだん飽きてきて、自分の顔が無表情になってくるのが分かった。それでようやく動画が終盤に差し掛かろうとしてると気づいて、ああ、やっと終わるのか。つうかなんで律儀に最後まで見たんだろう、アホらしい。と、関連動画にカーソル移動させようとした、その瞬間に気づいちゃったんだよね。あれ？神社のシーンなくね？そう。中盤あたりに出てきた、神社で男が起き上がるシーンが、二周目に出てきた記憶がない。見落としたなんてありえない。短いシーンではあったが、少なくとも5秒程度はあったはず。俺は動画からほとんど目を離してない。じゃあ、一体どこ行ったんだ、そのシーン。俺は急にゾッとして、電源ボタンぶったたいてパソコンを強制終了させた。大げさでなく、あんなにビビったのは初めてだった。それからしばらくは怖くてそのサイトが使えなかったよ。だって視聴履歴が残ってるわけだからね。結局、あの動画が何だったのかは、今になっても分からずじまいだ。